はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで、セミうるさ。セミうるさ。いやね、今台風来てるんですけど、セミ鳴いてるんすけど、大丈夫？飛ばされへんかな？まあね、そんなことはさておいて、やってきました。即キワシリーズ。はい、即キワシリーズ。まあ、VIP と言ったら即キワシリーズやと思うんですけども、まあね、過去の即キワシリーズ、概要欄に貼っときますんで、結構ね、人気あるんですよ、このシリーズね。自分で言うのもなんですけど。はい。でね、今回なんですけども、まあもちろんね、まあね、セレクションでこの前引いた坂本勇人選手、まあ僕の大好きな選手、一番好きな選手といっても過言ではない、はい、の即キワをやっていきたいと思います。ちょっとね、通常オーダーで、まあ結構あのドリームキャラバンとか回してレベルがちょっと上がってしまったんですけども、こっからね、ちょっとレベルアップして、特殊能力ですね、とりあえずチャンスと、固め打ちだけマックスにさせてもらって、で極みにさせていきたいと思います。では早速やっていきましょう。あ、言うの忘れてました。即極にしてリアタイで使ってみたまでやりますんで、はい、これがもう僕の一連の流れと思うんで、まあ覚えてください。はい、ではいきます。じゃあいきますね。いつも通り、あの連打じゃダメですよ。はい、連打ダメですよ。長押しでいきます。うわたた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 た。はい、ということで70になりましたと。うわ、結構使ったな即経験値。きつで継承いきます。まさかのキャプテンは継承できないということを初めて知りました、僕。前回の坂本選手キャプテンにしてたんですけども、キャプテンは継承できないみたいです。皆さん注意してください。まあ注意せんでもいいけどね、外せばいいだけやから。はい、継承いきます。危ねえ、さっき特殊能力上げなダメです。これ失敗例ですよ。危なっ、危ねえ。先にね、特殊能力上げないと意味ないんですよ、これ。よかった。今一応坂本選手、特殊能力、超とその1個下がレベル5なんですよね。なので両方とも3まで上げたいと思います。継承したらプラス2されるんで、マックスの特殊能力は。はい、まあこれはあの僕の即キワシリーズから見てくださいね、説明してますんで。じゃあ2まで上げていきますね。お金がないからね、あのちょっとね、対左投手までは上げれないですね。あ、3まで上げないとか。そうそう、3まで上げます。はい、うん、これで継承したらプラス2されてプラス5になるんで、あ、レベル5になるんで、で固めさせてもらいますと、固めさせていただきますとね。うん、オッケー。結構使ったな、お金3万ぐらい飛んでいったな。対左投手はちょっと置いときます。またね、時期に上げたいと思ってます。はい、じゃあ継承いきます。あ、ごめん、忘れてた、称号チャレンジもします。すいません、坂本選手 A ランク2体いますんで、称号チャレンジもします。はい、称号チャレンジはちょっとね、この継承終わってからやりたいと思いますんで。はい、じゃあ大丈夫ですね。特訓レベル5プラスで100、 OK、 限界突破、 OK で特殊能力もプラス2ね。はい、いきます。この瞬間がたまらん。ありがとうございました、今まで。よーし、プラス5、よし。でレベル上げます。1、2、3、4、5、おー足りた。うわー、マジでストック効き率全部なかった。はい、極み全部じゃないけど。じゃあね、称号チャレンジいきます。はい、ということで称号チャレンジなんですけども、今回の坂本選手能力的に、まあミート84、パワー81なんですよね。なので同値が狙えるんですよ。ただこの同値を完成させるためには星1の大砲のみなんですよね。星1の大砲がミートマイナス1のパワープラス2なんで、これでミートパワーの83同値になるんですよ。今回この坂本選手同値というのは初めてなので、絶対同値にさせたいんですよね。で最悪パワー型がいいんですよ。なのでパワー型になるためには星2のミスフル、ごめん略した、ミスターフルスイングね、これでパワー型になるんで、もうどちらかですね。なので星1星2なんで、あの極意書はどうしよう、使った方がいいかな。まあ、とりあえずちょっと行こうか。うん、20個あるんでね、まあちょっと初めなんで1個つけましょうか。まあつけなくてもいいんですけどね、星1と星2狙いなんで、つけんとこう。けどね、つけなかったらね、星4になるジンクスもあるんですよ、これ。これマジで鬱陶しいんですけど、まあいっか、とりあえずなしでいきましょうか。いきまーす。さあ、この日のために集めてましたよ。音でわかる。よし、いいよ。うわー、切り込んだかー。なんで切り込む、切り込まれましたね。きついなー、これ。ちょっとね、次はね、1個つけようかな、迷うな、これ。いや、なしでいこう。もう最悪ミート型になってもいいんで、まあいっか、なしでいこう。いきます。お願いします。マジでこれもうほんまに、マジで頼む。音でわかる。あー電光石火ついたモーター、しかもミート型のまんま、これはきつい。パワー上がってほしかったマジで。まあいいや、もうしゃあないですね。じゃあ電光石火つけます。はい、ということでですね、リアルタイム対戦の方、坂本選手1番で使っていきたいと思います。固め打ちついてるんで、もしかしたら固めれますんでね。はい、でリアタイが8月10日以降なので、6日ぶりですね。はい、まあ約1週間ぶりということでやっていきたいと思います。はい、ということで約1週間ぶりのリアルタイム対戦ということですね。そろそろね、全国大会に向けて非表示の練習もしていかないといけないと思ってます。最近この日ゴロゴロゴロです。いきます。さあ来ました、坂本選手。うわー、特殊能力がねつかないんですよね、1番バッターと。なので坂本選手置くとしたら最悪3番とかですよね。1番は向いてないな、だって特殊能力つかないですもんね。ついたとしても対左投手でしょ。うわ、きつ
うわー、ルイ出れんかった。次ということは2打席目回ってきても固めれないということです。吉、うわやば1週間ぶりのリアルタイム対戦負けそうです。はい、オッケーオッケー。カットボール、岩隈選手僕結構打ちにくいんですよね。悪いことじゃないんですけどね。ほら、うわこいつめっちゃ下手になってるやんと思ってるでしょ。こんなんいくらでも調整効くんす、うん、大会前に練習したらいくらでも調整つくんす。はい、うわ坂本選手強い、相手の方のワクワクすんぞ。あ、コントロールついてたっけ。うわイカれそう、インハイ結構イカれ気味、イカれがち。よし、オッケーオッケー、超コントロールついてるね。あ、甘いかな、甘いな。これはインローでしょう。インロービタコちゃん来た、よしよしよし、最強西最強説ここにある。はい、山田おいおいはインコースが見えないと。そろそろコナミさん山田選手のインコース透かしてくれないかな。足上げた時にあの小笠原選手のバットがピッチャーとかぶって見にくくなるようにさ、そろそろ隠してくれへんかな。これ僕結構動画で言ってるんですけどね。オッケー、うわフランナー、やばい、フランスはボタやな。うわうまっ、ファースト投げてライトゴロいけたで今。よしよしよし、さあ阿部選手なんで走ってくるでしょう多分。走ってきた、オッケー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 、いいよ、ボール球出してるよ。よし超コントロールついた、タイピンチもついた、これは勝てる。え、何この音が、あ、セーブか、絶対振るでこれ、見といてな。だって高速スライダーのタイピンチやからね。ほらほら、いつもと曲がり幅がちょっと増えるだけでこんだけ引っ掛けるんですよ。よし打つぞ、ここ逆転するぞ、逆転じゃなくてここは1点入れるぞ。ティッカーマサティカ、マサティカル、よし、うわーマジ、よっしゃ、うっしー、いいね、気持ちいい。ティカのフォローするとホームラン気持ちいいわ。なんかね、あのフォロースになって打ちにくくなった説があるんですよね、マサティカ選手が。けど僕は打ちやすいです。だって結構リアルに近づいたフォロースルーですもんね、やっぱり。さあ新之助選手、超コントロールついた岩隈選手はやっぱり強いな。危ねえ、これ振りがち、結構このボール球振ってるから次はフォークないよ。あるわ、イエーイイエーイ言うてもうた今ストレート回ってなかった、ストレート反応できたことに対して心の底からの喜びでイエーイって言ってしまったさあ結構ついてるな、これちょっと待って、ダイソープロもう次の回で終わりやからね。よし行くよ、広角打法ついてる。うわこのカットボールなんやね、やあマジか、いい、大丈夫、よし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 、見えてるよ、よし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 、気つけて、イエーイあか、なんかホームラン打つ瞬間にイエーイって言ってしまう習性がちょっと生まれてます。はい、ここで大谷選手、坂本選手まで回すと攻めて意味ないから、坂本選手の回なんだよ今回は。きっちり役割をね果たしたいですよね。よし、うわっ、あ、けど回ってくるね、ツアウトやもんね。うわーきつ、ここで打たないと、ここで打たないと坂本選手回ってこない。よし、あー動画終わっていいですか、動画終わっていいですか、もう。え、意味なマジで持ってへんわこういうとこ。まああの飛ばしてもらってもいいですよ、うん、多分勝つんで。最後のエンディングだけ見てください。ちょっとなんか喋るかもしれないって考えてないですけど、ね、まだ。さあ三振、あーまあいいか、もうこれ高速スライダーで三振狙おう。よっしゃ、
うわ怖え、中村選手マジで欲しいんですよ僕。今結構中村選手欲しいランキング1位ぐらいに来てますよね、選手の中で。しゃあいい感じ、しゃあ最後これも引っ掛けさせよう。結構相手の方選手いいっすね、さすがプラチナ。よし、うわーいいなー、セレクションの岡本選手持ってるやん。結構ねなんか素振りの何が悪いんですかっていうね、この方結構素振られてるじゃないですか、なんか素振りの何が悪いんですかって結構言う方いるんですけど、別に悪くないですよ。はい、ってことでありがとうございました。はい、ということで本日の企画なんですけども、無言リア対1点取るごとに口数増えていきましょうをやっていきたいと思います。